にちは。国際魅力学会のマダム美智子でございます。今日は皆さんお待ちかねのエンタメトークの、日でございますよ。まずはご紹介いたします。秋月座長でございます。よろしくお願いいたします。秋月でございます、よろしくお願いします。今日は素晴らしいゲストの方をお迎えして、いろいろ楽しいお話もね、そうですから、ちょっとお仕事から難しいお話もちょっと入れてためになる、でいきたいと思います、はい、ご紹介お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ためになるお話と楽しいお話を両方お願いします、はい、そうですね、私は、弁護士の茨城と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと茨城さんのプロフィールを、弁護士さんの中でもなんて言っちゃいけませんね大変若くてイケメンでございますのでありがとうございます。ではまず座長、はい、どういうことを、私はもうとにかく知らないことばかりなので、今弁護士さんに聞いておくべきこと、そして理解してほしいってことをお聞きしていただきたいんでしょうか。そうですね、まあ、でも難しいことはねまた改めて、うん、お時間とって、はい、まあエンタメトークですから、はい、正直言うと先生さらっと聞きたいなっていうか、分かりやすい、もうできるだけ分かりやすい方がいいかなと。で、なぜかというと、いつもエンタメだから柔らかくと言われたように硬くしてしまう僕が言ってるのも何なんですけど、まあ一応、今日はその線で一つよろしくお願いします。はい、一番今ね、裁判とかそういった中で、まあ我々の身近なことで話題になってるっていうのはどういったことでしょうか。そうですね、はい、今ですね、家族のあり方について結構最近は最高裁だったり判例が出ているんですけれども、はい、今一番注目されているのはですね、はい、今度ですね、最高裁によって夫婦の、夫婦の姓をどうするのか、夫婦の、別姓を認めるのかどうか、そういったことについて近々判決が出るというような予定になっています。で、その夫婦の別姓っていうのは、まあ、私はまだ美智子なんて言ってますけど、本名品川美智子なんですけれども、で結婚した人が A さん A 男だとすると、その別姓をして法的にちゃんと認められるっていうかどうかってことですか。そうですね、今、日本の民法です と、男女が結婚すると、男と女性の、まあ男性と女性の夫婦のどちらかの姓に統一しなければならない、はいはい、そういう規定になっているんでおりまして、夫婦が別々の姓というのは認められていないんですけれども、うん、はい、これを認められるように、今、いろいろ訴訟が何個か起きていて、それで今度統一的な判断がなされるというような状態になっています。でも実際はどちらかといってもほとんどが男性になっている。そうですね、まあ、民法上は男性女性どちらでもいいというふうにはなっているんですけれども、結局はまあ男性の方が9割以上はなっているかと思います ね、 そすね、はい、まあ、その裁判ですから原告がいなきゃいけないわけですけど、原告はっていうのは女性の団体とか、ね、例えば団体というかですね、個人ですか。そうですね、個人で、都内に勤められている教師の方というような、考えてみれば、うん、別に男性側からも原告が女性だから男性だからってことはないですよね。まあそうですね、別姓を認めるかどうかですから、はい、まあ、そうか、バータム特に興味あるかもしれないですね。なんでですかいや、いやこれ、いや、まあ、例えばそうですね、名前をもし、まあ、失礼しました、もし何回か結婚する、いや何回かもし結婚余計な一言言わなきゃ何回か結婚した場合、はい、名前がその都度変わるのは不便だったですか。いや、ところがですね、私ね1回なんですよ。なぜかっていうと、私の夫は片岡五郎っていうね、うんうん、芸名で役者をやっておりますが、芸名持ってらっしゃる、ね、養子なんでございますの。なるほど、そういう私はもう自分の名前を変えたくないし、いい年してですよ、人のとこに嫁に行くっていうのは嫌じゃないですか。だから入ってこいってわけで世の中全部そういう強気で言えるとは先生限りない。そうですね、でもやっぱりその原告、まあ、原告じゃないけど訴えた方が女性ってことは、そういう願望っていうのは女性にやっぱり強いってことですか。そうですね、特に今、そうですね、女性の方で、はい、結婚後も仕事を続けられている方っていうのは多くて、はいはい、ただその、そうですね、結婚後も仕事を続けて、その中で結婚した後に夫婦の、名字を変えなければならない、はいはいはい、そこで今までのキャリアがちょっと
旦途絶えてしまう。ここに嫌だという感情があるんではないでしょうかね。途絶えるんですか。私の女友達には、まあ、結婚したから名前変わったんですって挨拶も来たりするけど、そこで何かまあ、お給料もそうだし仕事のあれでもって言うんですか、まあ、キャリアが途絶えるか、まあ、完全に途絶えるってわけではないと思うんですけど、まあ、いろんなことがあります。例えば女性の進出、会社側から言えばですね、はい、例えばまあ、これが銀行だとします、はいはい、支店長だとします、はい、例えばいろんな銀行用の手形発行とかいろいろあります、はいはい、そういうものの名前がまた印刷物が変えなきゃいけないとか、はいはい、会社側でもやっぱり負担のあることではあるんですね、うん、だから名前を変えるというのはその単に女性男性とか以外に、まあ、仕事上かかってくると本当にかかってくると思います。そういう意味ではもちろんパンフレット名刺の印刷というも会社も変えなきゃいけないかみたいな、そういういろんなことがやっぱりある程度そういう立場、うそういう地位になってくると、あるいはそういう 職業分類というか その以外にその立場ですね、そこでそういうことが起こってくるので、やっぱり2人だけのことではないな、あとは2人だけのことではないといえば、一番いや子供どうするの、そうです、ね、別姓コロッコロ名前変わるのってこともあるので、ある意味なんだろう、こう別姓の裁判よりも僕がもしね、なんか裁判を起こすんだったら、例えば中国なんか例えば2つ並べることで、例えば、片岡品川美智子とか、いろんなそういう方法があって、そのどちらかを名乗ってれば法的には認められるような、で正式な名前はミドルネームも入ってとか、なんか新しい工夫があってもいいかもしれませんよね。なんか別姓だけで、そうすると子供としては子供の名前がコロコロ変わるということもなくて、あ、ミドル全体ではこの名前だから子供はこの名前なんだなって分かりやすいですもんね。なんか工夫がもう一つあってもいいかなと、実際そうしている国はあるんですからね。だからやはりその日本って戸籍っていうものを非常に重要視するし、そうなると別姓にすることによって戸籍っていう問題も出てくると、今おっしゃった子供をどっちがみたいな、うん、そうですね、まあ、そういうそこが難しいかなって、まあ、広げてしまうとね、まあ個室の継承問題もそういういろんなことに絡んでくるところはあると思うんですね、まあ、ただちょっと範囲広げちゃうと言い過ぎちゃうけど、まあ、実はそういうのも関連があって、まあ、別の法律で別の規格にはなるんだけども、まあ、やはり人間の元となる尊厳的なものとかそういうところになると同じなのかなとは僕も思いますし、そういう意味では、どうですかね、確かに女は必ず名前変わらなきゃいけないんだっていうのが常識になっちゃってるんですよ先生。ここはまあ不満もあると思うんで、今でも女性の名前になってもいいわけですからね。だから芸能そのなんていうんですか、芸能人の人が名前を変えてるみたいにそのまま使ってる人もいるといいますよね。通称名とかですね。そうですよね、はい、うん、やっぱりその会社によって今通称名を使わして、うん、それでいろいろ結婚後も、はい、変えずに仕事を続けられるっていう企業は増えてはきているかと思います、うん、あれなんですね、資格についても、うん、ですね、今大体の資格はですね、まだその通称名の使用は、弁護士はですね、通称名での使用、旧姓での使用というのは一応認められているんですよ。あ、そうなんですか。ただ他の資格ではまだまだその通称名の使用を認められてないっていうのが多いかと思います。なんかその通称名がめちゃくちゃになってもいけないので、悪いことしたりね、詐欺師の人もいるかもしれないから、なんか通称名に対する通称というかその、ルールみたいなものを、そういう法律を作るというのも一つの考え方ありますよね。一定のルールのもとに何事もルールがあってある程度自由が出てくるのかな、安心した自由が出てくるのかな、ルールのない自由はなんか不安ですよね。そういう意味では、まあね、やっぱり一つのね、そうだって方向性、弁護士さんと、行政書士さんと、社労士さんと、ルールが違ったら、はい、困るもんね。まあ確かにそうですね。じゃあ、まあ、その夫婦別姓っていうのは非常にそんなにものすごく犯罪とかそういうものとは違うけれど、日本のこの男女の関係とか雇用のね関係なんかにも影響してくるっていう一つのテーマであるっていうことですね。そうですね。会社側もね、やっぱり
全く関係ないわけじゃないし、だけどなんか結婚したら必ず女の人が男の人の名前になるということがもう少なく、まあ戸籍上男の籍に入りますけども、名前を使える、自分の名前を使えるというルールをやった方が一番子供のために分かりやすくていいのかな。もうね、座長のようにね、リベラルな男の人ってねいざとなるとね少ないんですよ。若くてもね、やっぱり親の言ってることとかそういうことでで影響されるものを、まあ、ある程度法律で決まってくると、まあ、選択の自由ができるっていう、そうですね、そういうことですよね、はい、あの決してね、今まであの男の名前にほとんど行っちゃうっていうのは、まあ、あの法律ってもともと慣習からできてて、慣習法って言われるくらい皆さんがどうしてきたかっていうことが、で今までは日本の国内では女の人が男の人の席に入って名前を変わることが非常にいいことだったからここまで多かったんで、別に女性の人の権利を抑えようとかそういうことでは僕はないと思います。でも重複感はありますよ。そうそう、 だけど時代が変わってきた、そうね、むしろマダムみたいにほら男性を従属させたいって人はあのそういうね、だから時代が変わってきたのでやっぱり慣習も変わって、その慣習から来ている法律や使い方も変わらなきゃいけないところが来たんで、ただあのただ別姓だけの裁判ではなくて、もうちょっと広く捉えて、まあ、行政ね、政治の方で何かいい提案をやっぱり国民みんなにしていくべきではないのかなっていうのがちょっと僕の感じなんですね。そうですね。それからまあそれも楽しみに、その判決を待ちたいところです。まあ賛否両論いろいろ出てると思います、ね、はい、思いますが、私なんかすごくよくわからないっていうか、多くの人が分かっているようで分からないという今その座長、マイナンバー制、うん、これ全然よく分からないんですけれど、分かるようにどういうことはしてるんですか。要するにメリットというありますよとかね、マイナンバーの紙が来るとメリットが書かれたりするんですけども、まあ、実はあの、そのメリットは納得させるための手段であって、正直言ってあの、まあ、税金をヒントを集めたいというために、うん、はいはい、まあ、少ない、いや、まあ、ある言い方すれば、体制が、管理しやすくしようというためにできたものですから、マイナンバーとはそういうものだと思った方がいいと思います。ただし税金というのは税金を払うと損したって、あの、まあ、つい 2,3 日前もこんなに税金払うと損したよって言ってるじゃん、損はしてないんですね。実はそれで、例えば信号機ができたり、信号機の電気代払ったり、子供が、自分の子供が学校で、学校行って学べたり、いろんなあの行政のサービスのために我々のところに帰ってきてるんだよと。ただ一部、やはり一部、あるいは、かなりのところで、行政サイトで無駄遣いというものがあるので、そこを正していけば税金というのは喜んで払わなきゃいけないものだと僕は思ってるんですね。ただ今どうしても批判が出るのはその無駄遣いとか、前の年金機構の無駄遣いもすごいもんでしたよね。やっぱりその機構をですね、ちょっともうちょっと国民が、投票するときにきちんと、勉強している内定をあまくような政治家を選んだのは国民の責任もあると思います。やはり、ね、やはりそこはあの見抜くだけのもの、それから見抜くための選挙法っていうんですかね、なんて言うんでしょう、もうちょっとインターネットを活用して、もっと具体的に名前を連呼してね、名前を知ってるから入れる、あ、テレビで見てるから人柄分かるから入れる、これはね有利になるのは当たり前なんです。それが悪いように言われてますけど、そうじゃなくて今までマスコミ出てない人でもね、ちゃんとその人の考えが分かるような長い文章や長い、あるいはしゃべり動画を伝えられるインターネットのきちっとした公のきちんとしたサイト、掲示板を町に作ってるお金よりよっぽどいいと思います。じゃあお年寄りはどうするんだって言った時に、そこで初めてそういう掲示板よりも各家庭に物を配る、あの小雑誌を配るとか、まあ、あの小誌を配るとか、そういういろんな方法があると考えられますんで、やはり今時代ですから、スマホでも選挙なら見れます。でその中でそのある程度その人柄や主張が分かって入れていけるような、また書かなきゃいけないことも言いたいことがあるので、これだけは答えなきゃいけないみたいなものを国民から先に募集して、これに答えてもらって、はっきりと、原発には賛成か反対か、中途半端な
答え、あるいは私中間なら中間もあってもいいかもしれません、右か左かだけじゃなくて、そういう立ち位置が分かりやすいようなやっぱり選挙をして国民が選んでいって、そういう人たちが集まってくると本当にいろんな、最後の言葉のですね、文章ってのは難しくて、全ての法律を作っても最後の一言で全部ひっくり返してしまうようなことが、まあ、いつもそういう文章、まあ、先生なんかもそういうお得意だと思うんですけど全部ひっくり返してきます、その罠というかね、それに簡単に政治家が引っかかってしまうようじゃいけないし、だかといって一つの法律、議員立法って簡単ではないんですね。簡単ではなくて、やっぱりでも、法制局の中で議員立法のための人たち、しっかりいい人たち、いいチームを作っておいて、まあ、いろんな法律がいっぱいあります。それに抵触したりぶつかってしまってはいけないから、なかなか法律作れません。で、今では多いと思うかもしれないけど、実は作れない。で、作れないとどこに問題があるかというと、行政は運用上、まあ、ガイドラインとか通達、大臣告知、例えば、まあ、特にそんなことで通達になったら作業をどうするかということで、行政はある程度自分たちの判断でやってしまいます。で、その中で良くない場合はノンアクションレターとかそういうのがいろいろありますけど、問題をね、まあ、税務署さん来ました、これ明らかにおかしいな、まあまあまあ、でもまあ優しくしてたからうまくやっていこうと思ったらノンアクションレターでやるとか、いや、あるいは不服申し立てをするとか、いろんな形があるんですけども、やはり通達の中で明らかにこれは問題あるだろうといっぱいあります。もちろん今の中ではそれを裁量としてやってるんだけども、通達出してちょっと何年か経つと想定外のことが出てきている。その進歩も時代も早い。だからみんな悪にはいないと思うんですね。良かれと思ってやってることでも時系列に変わってくる。そうすると直さなきゃいけないんだけど、その直す部分が日本は遅いんですよ、ね、大変遅いんですよ。今相対的なお話を伺ったんですけど、そのマイナンバーっていうのは本当に私たちがよくわからないまんまに、私なんかが聞いてたのは、まあ、子供が外国に入れるからもう子供123で実は人間のね番号がついちゃうのが、そのアメリカっていうか欧米のそのシステムの中において、それ何の話って言ってたら、日本でマイナンバー制度っていうのは生まれてきたっていうことで、弁護士さんの立場なんかも今の座長のように教えてあげていく立場なのか、何か問題が起きた時の、まあ、当然問題が起きた時の相談ですけど、どういう立ち位置におられるんですか。そうですね、まだ今マイナンバー制度始まったばっかりですし、はい、まあ、始まったというか今ちょうど配布が始まった時ですので、うん、はいはい、ただ一番今対応を求められているのは中小企業の、まあ、中小企業に限らず企業の方々はこれから給与を支払うために、そのマイナンバーを教えてくださいっていう従業員の方にまず聞かなければならなくて、あとはそれで聞いた後、その聞いた番号をそこで厳重に保管しなければならないって、うん、法律ですごいいろいろ定められていて、うん、なのでどういうふうな形で保管したらいいですかとか、そういう相談が今多いです。なるほど、ね、はい、で例えば違反すると厳罰とかつってんですけども、やはり今その前にねいっぱい穴があって、例えば住民票に書いて番号出しちゃったとかね、まあ要するにお役所でさえちゃんと管理できないの、中小企業なんかがその管理コストをかけられるんですかって問題もあります。それからお金をけちって書き留めでもう簡単なですね簡易書き留めにしてます。その結果これ実際に起こったことですけども、私のものは私がちょっといない間にですね、たまたま友人が遊びに来てたら友人が受け取れてしまいましたね、はい、これ実際のことなんで、これはもう堂々と言います、証明も、ね。そうするとね、例えばそれが悪い人だったら、ね、買い書き止めですから、そこにいると大体ね、置いてってしまいますから、そうするとその人が写真書いて出したら、なりすましできますよね、いろんな。やっぱりね、まあ本当ね、危ない、よくないですね、やっぱりもうちょっとしっかりした形を取らなきゃいけないし、そういうやり方も十分できるのにこうやらない、やらないっていうのはちょっと問題かな。例えば書き留めにしたらね、とか、あるいは他の本人の確認する、本人の証明だけは受け取れないようにするとか、一人一人にする。だって初対主に送って夫婦が喧嘩しててたまたま、ね、正式に裁判で別居前、まあ、ちょっと別居してたらどうするんですか。旦那さんが取っちゃうじゃん、あるいは奥さんが取っちゃう。
でそういう国民への配慮をする優しい行政じゃなきゃいけないんじゃないかなと僕は思いますよ。なんかあのいろんな受け止め方あるけれど便利だっていう部分も言われるけど、なんかもう統制されちゃう、統御されちゃうような、管理されちゃうような、今度個人的にですよ、管理されちゃうような怖さみたいなのを感じて、もしそれを取られたらっていう、また多分そういう人も多いと思うんですよ。それで今それに対して ね詐欺とかもいろいろありますからね、はいはいはい、あの確かにね、先生の言うと詐欺とか悪用されたら怖いですよ ね本当にセキュリティ、あ、僕はしっかりしてないと思いますし、こんな状態ですしね。で例えばまあ分かること、ネットの電話の仕組みで、まあ、知ってる方でした。親番号で実はこう、我々は普通の電話でやるときは 今インターネットで交換機使わないでルーターで審議してやってるの、だんだんもう今どんどん切り替わってますね。そうすると例えば、元番号みたいのがあってそれで我々は表示する番号を使ってます。我々は普段見れる番号と元の番号違うんで、元の番号はしっかり管理されてるんで安心なんですね。やっぱりそういう成功例もやっぱりあるので、うん、本来は例えば会社にね、番号を預ける、会社となんか軽装になった時なんか問題ないかなとか、そういうのありますから、だからたまたまその会社の中で悪い人が一人いたらどうするんですかって問題もある。 100% の安全なんかない状態で、本当にあの他力本願人任せとか会社任せみたいなところで、こういうのやっていくの良くないので、例えばもともとはそういう発想って僕はいろんな方から行政とかいろいろ試合と聞いてて、その出てきた頃のアイデアはいい、形でいけばいいなと思ったんですが、やっぱり親番号があって元で管理してて、それで各省庁ごとに子番号があって、何かあっても親番号から紐付けて全部取れデータは引けるので、紐付けて取ることができる、ね、要するにそういう形なので、何かあってもその行政機関、例えば何とか省だけのところは何か問題が起こっても他に影響がないっていうか、ところが今回の形は親番号子番号もありませんので、出たら全ての影響が出ちゃうんですね。全て終わっちゃう。こんなシステムは、ね、セキュリティとして僕はなんでこんな低いレベルやるの。例えば皆さん軽減レイスだって、低減あれとんでもないと思いますよ。だって軽減レイスやるにはそのマイナンバーはやっぱりそのお店が、まあ、機械の中で見えないようにしたりとかできるわけで、一応管理してるわけです。そこにあるってことはそこから引っ張り出せるってことですから、どんな情報でもね。そうです。だから僕も軽減率もいろんな意味でちょっと反対があるんですけども、方法は他にもあるだろうっていうのはあるんですけどね、やはり簡単にはない、まあ、軽減率とかそういうのやると、そのやるためのコストで1兆円余分にかかると、実は例えば野菜とかそういうものを、お米とか、まあ、野菜って、まあ、お米が安くなった分、実は他でその税金の穴埋めでまた2兆円課税、我々のところ他の税で課税されて、実はそれを税率を下げるためのコスト、まあ、例えば1兆円にすると大体そうだと思うんですよ。1兆円にすると1兆円のコストは思わなくて、何にもしなければ2兆円で我々払う税率が消費税で終わってたのが、違う税になったら3兆円払わなきゃいけないって、こういうことが起こってくる。これは十分に計算されることなので、まあ、金額の前後もあるにしてもね、やっぱりそこはですね、少し、マイナンバーに絡んでいくといろんなことが絡んでいくんですね、税金のことまで。だからこれはまあ税金を集めやすくする、それから管理する、で管理するのは国だから悪いことではないんですけど、もっとセキュリティは上がるでしょう。なんで会員書き留めですか。やっぱりこういうことはちゃんと言っておきたいです。これで例えばいろんな、まあ、税理士さんや、まあ、先生もいろんな研修会で受けて、安全ですって言ってくださいって言って研修会で言ってんですよ。セキュリティ強いですよ、とんでもないんじゃないんですか。やっぱり例えばやっぱり会計士の先生やね、やっぱり弁護士の先生がそこで研修受けて、これは安全ですって言ったら、やっぱりこの放送でもね、あるいは他のところの、セミナーでもこういうふうにやってますから、セキュリティだ、安全です、大丈夫ですって自信を持ってやれるようにやってください。僕も言いたいんですよ、本当は。僕は管理するのは当然、税金を払うのは当然だと思ってますから。だから自信持ってマイナンバーセキュリティしっかりしても大丈夫ですって言えるようにしてください。今言えません。これがまあちょっとお願いしたいと思います。そういう立場から言うと、その弁護士の先生方がまあ勉強なさるっていう中に問題点も出てきて、その質問を受けたらどう答えるかっていうこともやるわけで、であまりにもそういう苦情っていうか
矛盾というものがあったときに、弁護士の先生サイドから何かお国に申し上げられるということはできるんでしょうか。そうですね、弁護士ですと団体が、弁護士が加入する団体というのは、はい、日弁連という、ね、はい、日本弁護士連合会という、はい、ところがございまして、そこが国、いろいろな政策の提言とかというのを行っております。そうするとそういうあまりにも矛盾がありますよとか分からないですよっていうことをもう決まっちゃったということですから、どんなことがあっても無理に行くのか、それともなんとかその是正するチャンスもあるのかっていうのはどうなんでしょうか。そうですね、実際今回のマイナンバー、今座長がおっしゃられたようにいろいろ問題があるかと思うんですけれども、うんうんうん、やはり技術が進歩するに従って、うん、やはりある程度いい仕組みは作っていきたいの、あとはそれをどう運用していくかっていうところが非常に問題かなと思いますので、うんうん、そうすると私たちもすごく勉強しなきゃいけないんだけど、どこ行って勉強、もちろんね、インターネットだとかこういうのもあれしますけれど、弁護士の先生ってほら、なんか相談、まあ今回の問題だけじゃなくて、なんか相談しようと思っても、高い、怖い、敷居が高いっていう感じするんですけど、それでいて、なんか弁護士さんが多くなっちゃったから、弁護士さん自身のお仕事は減ったとか、いろんな雑多な噂を聞くんですけど、現状はどうなんですか。そうですね、今本当にここ10年ぐらいで弁護士の数が急激と言いますか、前のペースよりは全然、前はだいたい多くても1年間で500人ぐらいの合格が今1500、今2000人ぐらい、毎年2000人ぐらい合格するような、制度もちょっと変わったので、ね、はい、内容が優しくなったんですよね。そうそう、内容はそう、まあちょっと制度が変わったんです。弁護士ある程度増やすんだということで、はい、なるほど、増やすんだという目的に沿って増やしたわけじゃないですか。そうですね、はい、そしたらなんかちょっと多すぎちゃったっていうことなんですか。いや、多くないですよね。いや、僕噂では私は聞くんですよ。本当は先生の話も言ったんですけど、僕は多くないと思ってるんです、うん、ただ弁護士さんサイドからでもずっとやっぱり、何年もやられてる方はこれ以上多くなったら自分たちの仕事をやるっていう考え方も弁護士会の中でもやっぱりあるんですね。もっと厳しくして人数減らして、うん、ただね、本当は僕は皆さんが弁護士さんを本当に活用したら足りないと思うんですよ。で、なんか揉め事が起こって間に入ってもらうのは弁護士さんっていう捉え方が多いんですけど、本来はそうでなくて、若いって意味ではないですよ、はい、これからな、もう例えば何か争いが起こる前にですね、起こらないように会社の規則をしっかり作るとか、はいはい、契約をするときに争いが起こらないようにしっかりした契約を作るとか、うん、もう一つのこう会社の方針決めるのにコンプライアンス的にどうだろうかとか、やっぱり我々が法律だけ勉強しても判例も勉強しなきゃいけないし、さっき言ったようにね、告知通達いろんなものがあります、ガイドライン、そういうものも省庁いっぱいある中でいっぱい出てる中でそれはとてもできないので、我々はこれからこういう営業展開したいんだけど、これに対して法律面でどうでしょうかっていうのは本当はニーズいっぱいあると思うんですよ、うん、そうですね、なんかね、争った間に入ってもらうって、勝つか負けるかみたいな、ね、いや、昔、ごめんなさい、ある僕の大好きな弁護士さんこんなこと言ったんですよ。争いの間に入って、ね、結論出て報酬もらうだけだったらヤクザと変わんない。弁護士はそうじゃないんだよ、争いを起こるのを未然に防ぐのが弁護士なんだよっつって、私のとても尊敬して、まあ、本当にいる方がいるんです、そういうふうに言ってはったんですね、まあ、池谷昇先生ですけども、うん、本当に素晴らしい先生だと思います。やっぱり争う前に、ね、準備をしておくとかとても大事だと思います、ね、はい、ですからそういう意味では本当はいない、今までも争おうとしていることは確かなんです。でも僕は弁護士さんってもっと身近で、かかりつけ医みたいに、簡単に相談できる弁護士さん、だそういう意味ではね、弁護士報酬もいろいろあるんだけど、かかりつけ弁護士さんみたいのをなんかね、制度を作ってお安い金額でね、例えば会社がたくさん払うんじゃなくて、もう個人でもいいですよ、お小遣いで払えると、それから毎月払うとか年払いするとかして、まあ、ちょっとしたことを相談できるかかりつけの、弁護士の制度みたいな形で、で争いになる前の相談を受け、争いになら別ですけど、そういうのがあるとね、先生楽なんですよ。ここにね、総合構成はないですか。茨城ね、先生に出ていただいたのは、うん、ぜひ皆さんのね、その味方になっていただけ、味方っていうんじゃないけど、その知識、専門知識なんかを気軽に教えていただけるように、
出ていただいたのであります。生徒は別として先生のところの事務所としてはどういうお考えなんですか。そうですね、やはりあの今あの、医療の分野でも予防医療というような形で予防、はい、それと同じように法律もやっぱり予防法務というところが重要になってきているかなと思いますので、うんうん、そうですね、そのためにはもう私たち弁護士の方からもあの待っているだけじゃなくて発信するっていうことが重要だと思っておりますので、はい、ですからあのホームページを、あ、先生ありますね。そうですね、はい、そのホームページを見ていただいて、 ね、はい、そしてまた Facebook でもご紹介させていただいていますので、あのぜひともね、お値段は分かりませんけれどもまずあのそういったことも明らかにしていただく、もうなんかね、その相手によってとかじゃなくて、いやそうですね、ちゃんと明確にしていただいて、はい、ご算段できるように、ね、その本当にあの かかりつけ医じゃないですけど、そうですね、そういう普段からさ、何かっていうとですね、やっぱり突然相談に行って、うん、今まで先生も相手も大変だと思うんですよ。今までのその人はどんな人か、人柄も分からない、どんな仕事していたのも分からない、何やって仕事の流れも分からないで、もし何か争いがあった時でもですよ、それを全部説明して表面、まあ、お話だけ聞いてやるよりも、普段からそういう仕事の流れとか動きとか分かっていて、仕事を理解してどんな法律が必要かということも分かっていた上で、その人から相談されたら我々も安心だし、相談される弁護士さんもだいぶ、いや本当に安心です。そうですね、はい、ね、まあそういうわけで今日はちょっとエンタメトークの中で専門的なことも私たちも知ってなきゃいけませんよということでお話を伺いましたけれども、次の、エンタメトークではですね、もう大変座長も多趣味でございますし、茨城弁護士もいろんな趣味をお持ちなので、いや一人の男性であり一人のヒューマニズムに、あふれた人間性をですね、次の回ではご紹介させていただきたいと思います。またどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。